かさんハートありがとう。かゆかゆかゆ。おはようございます。受験の山形の翔ちゃんさん、ありがとうございます。エステット研究生、中学2年生14歳の四つんこと岡村理恵です。ぜひ気になったらフォローお願いします。おはようございます。はしたらはちさん、ハートありがとう。セイムドームさん、ラブレターありがとう。すいません。今週の日曜日の昼公演は1階のエルツの11番でした。よろしくお願いします。おありがとうございます。待ってますね。1ギフトさん書きます。鼻筋か。鼻筋なら頑張れる。鼻筋ならなんとか頑張れる気がします。でもね、むつんです。1ギフトさん、鈴鹿さん、ありがとうございます。宮城の高さん、ハートありがとう。おはようございます。なんか昨日もね、遅くまでね課題してて、そうでね、今日ねテストもあるんですよ。しかも昨日その課題夜遅くまでした後に筋トレとかロングブレスとかしてたから、あそうなんですよ。カシカロジンさん、花びらありがとう。今日は石田千穂さんのお誕生日です。あ、そうですね、今日は石田千穂さんのお誕生日。千穂さんお誕生日おめでとうございます。そう、昨日のあのなんだっけ、またぎ配信もうちょっとだけ見てたんですけど、千穂さんの声好き。すごい透明感があって、おめでとうございます。千穂さんのことまたモアメで書くね。1日24時間じゃ全然足りないね。そうなんですよ、本当に共感、本当に共感です。うん、もうね、もうね、せめて30時間は欲しい。ゆずきさん、桜餅ありがとう。ゆずきさん、花びらありがとう。よし、テロップ入れます。待って、つぼった。なんでもない。メイナも朝ごはん、うん、あ、うん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 、食べた、さっき。でも今は食べてない。そう、メイナはいつもね、このね口の周りをねいつもペロペロしてるんですよ。そう、ちょっとね、リオはね、あの今日はねもぐもぐするんですよ、配信で。あ、7時45分まで配信をするんですけど、ちょっともぐもぐするんですけど、リオはご飯を食べる前まではパワーも出ないし、もう元気もないです。で、脳も働かないし、すごい機嫌が悪いので、でも今はすごい
笑顔で配信してます。ご飯が楽しいです。ウケる。ご飯が楽しみで起きました。うん、みんなテロップ見て、いつもと違うの気にならん？なんでしょうか。この時間にも配信されるんですね。なんか最近は忙しくてできてなかったんですけど、そうたまにします。フォローありがとうございます。昨日は車で息をする心リピートしてた。嬉しい、ありがとう。自然と私にも聞いてね。そうそうなんですよ。なんかあの前にモアメでもあのなんか説明したことがあるんだけどさ、なんかこのリアルでこう説明するのは初めてだから、みんな見てください。そのテロップはなんだ。そのテロップです。そう、昨日ねバナナを買ってきてくれたんですよ、マーナが。そうなんですよ、リオの大好きなバナナを買ってきてくれたので。隣のバナナって何？ハサムシか。あずみちゃんのクレープ、リオちゃん食べたことありますか？え、あずみんクレープ作れるの？すごい。え、あのなんか石みたいなあるかな？石？石？なんか丸いさ、黒のさ鉄板みたいな。え、あずみん家に呼んでもらいたい。普通に。はい。今からバナナ、チョコバナナサンドを作りたいと思います。もう食べていいですか？もうリオはお腹が空いて、もうお腹がちぎれそうです。研究生でクレープパーティーとか楽しそう。楽しそう。え、やりたい。みんなでさ、いろいろ飾り付きしてさ、あ、パフェ作り配信とかも楽しそう。あ、食べていい？あ、食べていい？なんでなんで我慢しないといけないの？なんで我慢しないといけない？もう食べる。聞いたけどダメって言われても食べる。だってさ、目の前にあるもん。はい、まずこちら、こちらはですね、ルバンですね。リオはだいたい食パンはルバンかダブルソフトを食べます。今日はルバンにしました。ルバン。そう、なんか最近、そう、今日久しぶりにもぐもぐするけど、最近なんだっけ、ずっと食パンとか食べてなくて豆腐だったんですよ。ずっと豆腐を食べてて、豆腐を大量買いしたんですよ。そう、豆腐を大量買いしたからそれを食べてて、久しぶりに食パンを食べますね。そしてこの食パンの上にこちらチョコレートクリームをまんべんなくまんべんなく塗っていきます。でもなんかあのね、聞いて、あのね聞いて、あの今日はバナナを挟むからいつもとはやり方が違うけど、バナナを挟まずにこれだけのみ食べるんだったらめっちゃたっぷり塗って、この耳まで塗ってきれいに食べるんですけど、今日はバナナがあるのでちょっと方法が違います。でさ、これやばかったんですよ。みんな気づきましたか？なんかさっき気づいたんですけど、久しぶりに食べるじゃないですか、これ。そう、久しぶりに食べるということは、このチョコも久しぶりに食べるということじゃないですか。でですよ、賞味期限を見るじゃないですか。去年の11月でした。やばいかな、
いやどう思う？塗らん方がいいかな。いやでもリオはいいと思うんよ。リオはうっすらならいいと思うんよ。たっぷりはあれかなと思う。そうでもね、開けた感じカビてもないし、見た目的には大丈夫さんなんだけど、冷蔵庫じゃないよ。うん、常温で常温で普通に置いてた。え、どう思う？ダメかな。え、ダメ？え、だってカビ生えてないもん。うん、なんかパーナーいけるよって言ってて、いやパーナー何でも食べるから。いやいけるよこれ。そうで、なんかパーナはいけるよって言ってて、でマーナはいややばいでしょって。ダメ？え？ダメですか？匂い？匂い普通だよ。うん、匂いも普通。うん、あ、だってさ賞味期限だからさ味じゃん。消費は火はちょっと危ないけど、賞味だからいけるくね。未開封ならワンチャンありだけど、一回開封してたのよくないかも。え、結構前に開封したえ、だってさ賞味期限は美味しく食べれる期限のことだし、え、どうしよう、え、どうしよう、え、新しいチョコクリームがいい。ダメかなぁ。土日？土日は日曜日がオープニングアクトで、あ、じゃあもうこれでいいよ。マーナ、もうこれを全部塗って、あ、じゃあもうクリームは塗りませんちょっと危ないのでクリームは塗らないことにします。本当はこれを塗った後にこのバナナをこうやって乗せて、その上にチョコソースをかけて食べるんですけど、ちょっと今日はクリームが賞味期限切れということで、チョコソースでそのクリームの代替えもしていきます。チョコソースは賞味期限大丈夫？余裕です。余裕のよっちゃんでした。それではチョコソースをかけていきます。これどっちにしよう、これでいいか。ちょっとチョコクリームをこのチョコソースで代替えします。そもそもパンは大丈夫なんか。ちょっとパンは昨日買ったからいいの、なんで。もうそんなね、全部が全部腐ってるわけじゃないですからうん、あ、テープついてた。バナナも昨日買ったの昨日買った。おー結構濃厚、おいしそう。蓋についてる。
もう腐ったものを食べるアイドルじゃないですからね。勘違いしないでくださいね。よし、それではリオの大好きなチョコをたっぷり塗っていきたいと思います。じゅん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 伸ばしていきます。伸ばしてちょっとねチョコクリームをね再現しようと思います。そうちょっと朝はねちゃんと食べとかないと元気が出ないので、皆さんもしっかり朝食を食べましょう。いいねいいね、美味しそう。テカっております、表面が。イエーイ。でリオンチはあのバナナの完熟王、そうリオンチはいつもバナナの完熟王をね、完熟王を食べます。いつもパン食べないけど食パン食べたくなってした、なってきた。バナナマヨネーズパン美味しいの。うん、みんな一緒に食べよう、みんな一緒にさ食べようね。でバナナを剥きます。じゃーん、ゴリオが剥きます。ゴリオがバナナを剥きます。リオめっちゃバナナ好きなんですよね、めっちゃ美味しい。じゃーん、飲み物はお茶です。でリオはこういうこのなんかこのこれこういうのは嫌い。しっかり取ります、しっかり取ります。はい、これをこのここに乗せます。ドドドドドドパン、乗せました、乗せました、見てください、乗せましたよ。はい、それではこの上にこのこれは森永さんですね、森永さんのチョコレートシロップを上からトロトロトロっとかけていきます。そうだよ、バナナ切らないよ。うん、切りません、もう歯で噛みちぎるタイプです。そう、斬新じゃろ。もうこれはリオがそのバナナを買ってもらって思いついた技なので、はい、トロ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 、かけました、完成、完成です。これリオのメニューさ、リオのメニューです、これバナナチョコサンドパン完成です。皆さんこれ絶対食べてみてほしい、本当に美味しいんですよ。いやでも今回はこのねベースがチョコソースだから、どんな味がするのかはちょっと分かんないけど、そうこれをこのまま、あでも挟むんではないのか、このままガブって食べるんですよ。そうこのままこうガブって食べていくから、そうですね、そう挟んでないんですよ、すいません、サンドしてなかった。よし、それでは食べていきます。あ、チョコソースだ、うん、よし、いただきます。
ばい、チョコソースが垂れてこないか心配なんだよね。どうしよう、机の上で。食レポ、すごい、チョコのチョコがすごいですね。しかもバナナの甘みが引き立って、チョコのほろ苦さもすごい相性抜群です。そして食パンもふわふわで最高です。美味しい、やばい。マーナがさ、この白い服に落とさないか心配して見てるんだけど。美味しすぎる。みんなは何食べてるの？みんなは何食べてるの？うん、おいチョコした。おいチョコした。おいしい、最高においしい、最高の朝です。ふう、最高の花金。クレープとか好きそう。うん、好き。最高だ。リオツのテンションが上がってきた。うん。よしこくんさん、桜餅ありがとう。みんな、あーあー、リオはこの食べ方でやるのでよろしくお願いします。チョコソースが垂れてきた。メーナがね、めっちゃバナナが好きなん。そう。でも、まだ気づかれてない。そう、まだ寄ってこないから、まだリオが今、バナナを持っていることは気づいていない。気づいてないです。もう皆さん、もうちょっと待ってくださいよね。あれはまだ早いですからね、リオのタイミングがあるのでね。やるけん待っときんさいね。みんなわかるじゃろ。いや、垂れてない、大丈夫。なんか落としたね。パーナがお風呂で事故ったっぽいよ。うん、
いや、なんでもないです。あー、オッケーオッケー、よし。兄ちゃん、これなんかついちゃった、いつの間にか。お兄ちゃん、なんで教えてくれなかったの？お兄ちゃん、ちょっとお兄ちゃん取って、お兄ちゃんこれ取って。お父さん、お兄ちゃんがさ、リオちゃんのお花取ってくれないの。お花にね、チョコつい。パーナが出てきた。パーナは出てこなくていい。うん。お兄ちゃんがお花のチョコ取ってくれないんだよ。おじいちゃん、おじいちゃん、もうみんな取ってくれないんだから。あ、歯もチョコになってきた。リオさ、あのパーナのことをね、お父さんって呼んだことないんよ。しかもマーナのこともお母さんって呼んだことがない。そう、そうなんですよ。そう、前はパパとママで呼んでたんだけど、そうそうそう。待って、思い出し笑いした。チョコ拭いたティッシュいる？パーナのことお父さんって呼ぶ練習？いやよ、いやいや、いやだいやだ、使わないよ。
お父ちゃんお母ちゃん、父ちゃんお母ちゃんはリオのキャラじゃないな。でもなんかリオはちっちゃい時ママちゃんパパちゃんって呼んどったらしいよ。だって歯もチョコになってきた、やだやだやだ、ちょっと笑えない笑えない。あと半分ぐらい、半分、あーそうだよ。歯が黒くなってる、やだ。朝から甘いもの、うんそうだよ、甘いものを食べなきゃ元気は出ません。いいですね、今日は最高の朝です。このバナナチョコは最高。ゆきちゃん花びらありがとう。モーナはね、昔お父さんお母さんで、今はマーナとパーナって呼んでる。そう、でもさ、なんかね、モーナは自分のこともモーナって言うんよ。じゃけさ、なんか学校でも出るらしくて、モーナねって言うらしいよ。でなんかリオとあの喧嘩した時も、だってモーナはまだやったことないんよ、この同金工具、モーナはやったことないけどリオちゃんはやったことあるんじゃけって言って、めっちゃあの言って、あのドンキーコングの喧嘩伝説なんですけど、そう懐かしい、そうなんですよ。いつもモーナって言ってるらしくて、でたまに学校でもモーナってあの自分でも言っちゃうらしくて、モーナ、あ自分はねみたいな感じで言い直すらしいんですけど、そう、あの伝説のドンキーコングの喧嘩が懐かしいです。そうでもさ、喧嘩してるけさ笑えんじゃんか、そう笑ったらさこっちの負けじゃん。じゃけめっちゃリオも真剣に聞いてから、でモーナはだってさモーナやったことないよって言って、めっちゃ真剣にあの話しよって面白かったよね。でパーナは自分のことパーナとか言ってくるし、そう、なんかねすっごいね自分の可愛さをアピールしてくるんよ。なんか唐揚げとかも頼むときに唐揚げ一つとか言ってめっちゃねめっちゃねめっちゃぶりっこしてくるんよ。そうなんよ。でいつもあの女子3人で引いてから、え何今のみたいな、そう店員さんが言った後になんで今ブリッコしたんっていつも聞いて、そうでいつもブリッコするんよ。そうそう、でなんでブリッコするんって聞いたら、してないよって言って、そう無意識らしいよ、うん、もう無意識でブリッコとかやばいよね。逆にカッコつけたりしないん？するよ！めっちゃね、すかすときがあるんよ。うん。なんか、ご飯を注文するときはだいたい子供っぽく注文してから、なんか、あ、これ一つ、みたいな感じで、めっちゃ、子供っぽく注文して、で、なんか、急にすかしてから、急にすかして、みたいな感じで、急にすかし始めるんよ。もうね、それが面白い。で、しかも、ご飯の大盛りにうるさくて、いつも、なんか、無料でご飯大盛りにできるときは、ご飯大盛りでって言うらしいよね。で、ご飯来るじゃんか。え？ってなるらしくて。
で店員さんに聞くんやん、これってご飯おもりになってますかって聞いて、で店員さんがなってますよって言って、めっちゃ気まずいんよ。そうウケる。そうなんや、うん、そうなんですよね。めっちゃねご飯大盛りにうるさいんですよ。でね、広島にあのガバっていうラーメン屋さんがあるんですよ。そうガバっていうラーメン屋さんがあるんですけど、そのガバのラーメン屋さんに、あそこみんな知っとった、おかわりライスね、2回まで無料なんですよ。そう2回以上は無料じゃなくなるんですよね。2回まで無料で、そうそうそう、いつもねおかわりしてる。でなんかだいたいご飯とかっておかわりできないじゃないですか。でおかわりも有料なのに2回もおかわり無料だから、それを店員さんに教えてもらったらしくて、それを知ったパーナがすっごい嬉しそうにおかわりくださいって言って、めっちゃ嬉しそうに言うんよ。そうそれが面白いんよね。うん、でさガバはね杏仁豆腐のミルク味もめっちゃ美味しいんですよ。もうねあれは天才的だと思うんだよね。あと一口ぐらいだ。パーナがさまたさリオが自分の話をしてくれとるって言ってさ、めっちゃ喜んどる。それではリオツはメンマ好き、うん、大嫌いあ言っちゃったメンマあんまり食べない、うん、食べない。それでは最後の一口いきます。ツンツンエネルギーチャージ完了。よし。でね、今日のヨーグルトを紹介いたします。こちら今日のヨーグルトは無添加ハニーヨーグルトです。これめっちゃ好きなんですよ。これめっちゃ美味しい。そうなんかふんわりとハニーの味がしてすごい美味しいの。美味しい。そう父安さんですね。美味しいですこれ。だからなんか4つ入り、4つセットがあって、4個入りの1セットがあって、それを2個買いました昨日。そうなんですよ。今からのっぽパン、なんだそれ、のっぽパン何が入ってるの。
リオちゃん紅生姜は好き。紅生姜ってなんだっけ。紅生姜、あ、赤いみじん切りのやつか。書き初め。でもリオはね、あれはね、避けて食べるよ。そう、なんか例えば焼きそばとかにもたまに入ってるじゃん、多分紅生姜。避けて食べるもん。うん、そう、絶対避けて食べてる。やばい、鼻水が止まらなくなってきた。福神漬けとかも嫌い。福神漬けめっちゃ好き。そう、なんか好きなのと嫌いのがあって、そう、福神漬け好きだし、あのたくあんも好きだ し、あのなんだっけ、しば漬け、しば漬けか、しば漬けも大好き。あときゅうりのあの漬物とか、漬物なので、そう、人間の自然現象。やばい、笑いすぎて涙出た。うん。あの下じゃないからね。上だからね、こっちだからね。あー、びっくりしたー。あー、そう、自分でもびっくりして、まだと目が合ってめっちゃ爆笑してしまった。あー、あー、忘れてねー。あー、自然、うん、人間なので、人間なのでしょうがないです。びっくりした、みんなも。あそう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 、はい、そう。あー、すごい。いや違うよ、おならじゃないんよ、おならじゃないんよ、こっちなんよ。うんうん、おならはしないよ。だってリオアイドルだもん。そう。みんな今ので嫌いにならないでね。大丈夫かな。今ので嫌いになられたらリオ悲しい。あー、ウケる。みんな嫌いにならない？
大丈夫？話しながらさ出たのさ今までで初めてかもしれん。そう大丈夫？よかった。よし開けました。でかはにヨーグルト何の話してた？あそうだ、しば漬けとかの話だ。そうしば漬けめっちゃ好きなんですよね。そうなんかうどん屋さんで食べてめっちゃ好きになった。いただきます。おいしい。見て見てわかるかなこれ。見てこれね、ほらトロンってしてるの、ほらトロンってしてるの。おいしい。しば漬けで思い出し笑い。確かにしば漬けの話の後にしたからね。うん、ふん、ハニーを感じる。うん、めっちゃ美味しい。めっちゃハニー感じるし最高。これは最高だ。でも結構さ、結構出たよね。面白いわ。自分でも予期せぬ出来事だったからびっくりしたよ。いや普段の生活でもあんまりしないんですよ。そう普段の生活でもあんまりしなくて、うん、そうなんですよね。そう普段の生活であんまりしなくて、うん。おならはしたことないけど上は出ますね普通に。炭酸飲んだりすると出る。あ出る出る。そうだってアイドルだから炭酸飲んだら出るよ。うん、炭酸飲んだら出ます。アイドルから出るもの、それはみんなへのラブビームだよ。うん、あれ？え？いつの間についてた？あれ？いつの間に？あ、そこのあなたがつけたんでしょ？ああもう知ってるよ。そこのあなたがつけたんだね。知ってる知ってる。さっきのも口からのラブビーム。そうですそうですよ。さっきのももちろん皆さんへのラブビームですから、口から出ただけで皆さんへのラブビームですから、今いつもは目から出るラブビームがちょっとね口から不意打ちのラブビームを出してしまったので、はい、そうですよ、口からも出ます。ごちそうさまでした。美味しかった美味しかった。みんなもご飯食べ終わった？食
食べ終わったのかな。みんなご飯食べ終わりましたか。みんなも上着についてた。一緒に食べてた？あ、よかった。そう、今日は朝から学校行ってテストも受けて、夕方からもずっと夜遅くまでお仕事があるんですよ。そう、頑張ります。まだ食べてないの？午前5時に朝食終わったの？早っ。いやでもリオもその例えば遠征したりとかする時とかにも結構歌唱力の時も2時半に起きたんですけど、で起きた時に起きた時間にあの普通に朝ごはん食べるじゃないですか。だから2時半に朝ごはん食べることになってすぐお腹がすく。そう、昼もね9時ぐらいになったらもうすぐすく。メリオダさんファイト、ありがとう。え、朝が早い人はさご飯も早いんか。そっか、そうだよね、朝が早い人はご飯も早そう、食べる時間が。うん、そうだよね。4月にかけていろいろあるね、楽しみにしています。ガンバありがとう。リカワとか6周年とか頑張ります。ファイトーリファーズ。なんかどんどんあるよね、楽しみすぎる。どんどんいろんなことがあってすごい楽しみだし、毎日充実しててすごい嬉しいし、3月は特に忙しいんですよ。3月は特に忙しくて毎日入ってるのでお仕事が。昔は1日6食食べてた。しかもさ、3期生さんも気になるよね。そう、3期生さんがいつお披露目されたりされたりするのも気になるし、何人おるのかも分かんない。そう、リオたちも知らないんですよ。そう、リオたちも知らなくて、誰が合格したのかも分かんないし、いつお披露目があるのかも分からない。うん、知らない。そう、隠してるとかじゃなくて本当に知らないんですよ。本当に知らないからね、みんな本当に知らないよ。候補者に知ってる子いた？そう、2人いた。そう、3人か。あ、2人だ。もうレッスン場とかで会ってるのかと思った。うん、会ってないんよ。それが、そう、本当に分かんないの。そう、誰とも会ってないの。リオちゃんたちがそうだったよ、2周年婚でお披露目かな。あ、でもリオたちはその周年婚でもともとお披露目の予定だったけど延期になったから、リアルの関西のお話し会のリアルお話し会が一番最初になったんですよ。そのなんていうの、初めみたいな、お仕事始めみたいなのがそれになって、そう、そうなんですよね。メーナ合格したみたいよ、ワンちゃん枠で。そうなんですか。メーナおめでとう。寝てる、かわいい。あ、そうだ、昨日メーナ出演するって言ってたのにしてなかったね。メーナ出演する、パーナ合格しなくていいよ。うん、かわいい。メナ、メナ寝てたのに起こされた。メナおいで、おいで、にゃかわいい。ゆずきさんレインボースターありがとう。
なです。めいなです。おはようございます。岡村めいなです。サンチャイです。今はテレビの前ではテレビとかみんなの前ではすごいあの猫をかぶるけど、あの普通の生活ではすごいやんちゃで暴れてます。かわいい。でもリオは最近本当にメイナを愛しています。本当に可愛すぎてしょうがないです。可愛くない？めっちゃ可愛い。てかさ、もうさ毛が伸びたくない？もう毛が伸びたんよ。早いんよ。そうで、ね、もう臭いんよそう、もう臭いし毛も伸びたんよ。うん、そうなんよ。犬が猫かぶるんよ。かわいすぎる。肉球かわいい。あーかわいい。ぷに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 。かわいいね。トリミングするの？うん、するよ。そう、臭いんですよね。しかもその肉球クリーム塗られるときにめっちゃいい子なんよ。そう、こうやってね、こうやって抱っこしとってから、こうやって肉球クリーム塗るんじゃけど、めっちゃ可愛いんよ。めっちゃいい子で。そうなんよ。メイナの特技？メイナの特技がハイタッチです。メイナの特技がハイタッチと甘えてくることですね。あとジャンプも得意だよね。ジャンプも得意だよね。でもたまにベッドにこうぶつかってホワってなってるそう、たまにジャンプ失敗してベッドの縁にこうやってホワってぶつかってそうなん。かわいいね。かわいすぎる。そう、本当にメイナがねかわいすぎてしょうがないんですよ。そう腕に持たれてる。かわいい。かわいすぎてしょうがない。みんな眠そうね。みんな眠そうだって。猫かぶっとるだけよね。ねみんな。ん？メイナはみんなの前におると演じるんやろ。ね？普通はそんな子じゃないでしょ。ね？いつもはそんなおとなしくないでしょ。猫かぶらなくていいんだよ。カプリちゃん花びらありがとう。めちゃくちゃおとなしい。これぞ本物の静香さん。違うんですよ、メイナの本性知ってませんねでも病院とかでもトリミングのところでもすっごいそのな、看護師さんとかに可愛がられるんですよ。すっごい店員さんとかにも可愛がられて、そうめっちゃいい子らしい。でめっちゃね可愛がられるの。でね、人懐っこいし、しかもなんか緊張したら静かなタイプなんですよ。そう、緊張したら静かになるから、多分今緊張してるんだと思う。うん、多分ねカメラがあるって知ってるんだと思う。そう、でも人間は大好きだし、でも犬が怖いらしい。そう、犬が怖いって。そう、犬がいたらめっちゃ震えるし、めっちゃ怖い。スクショしてね。スクショしてね。スクショしてね。みんなスクショしてね。かわいい。
めいなね耳の中がめっちゃ綺麗なんよ。なんかこういうね、あの耳が垂れてる犬って耳の中が汚くなることが多いんですよ。だけどめいなすっごい綺麗で真っピンクなんよ。真っピンクなの。マリロ、みんな降りますか？降りた。あ、もう33分だ。それでは告白してスクショして何十年で終わろうかな。こちら鉛をツンツン会リアル話し会の3月25日土曜日が今度あります。あれ、リアル話し会が3月25日土曜日にあります。千葉県の幕張メッセで行われます。リオは2時間目と3時間目です。どちらも販売してるのかな。そう、なんか何着るかめっちゃ悩んでて、そう悩み中なんですけど、よろしくお願いします。楽しみ。あやさん、レインボースターありがとう。そう、なんか可愛い系で行くのかセンスで行くのか迷ってて、そしてあっぱれプレゼンツ絶対春にも出演させていただきます。3月20日月曜日、来週の月曜日です。会場は Spotify オーイストであります。時間はオープン15時、スタート15時半で、リオたちの STU 研究生の出番は18時から18時半です。皆さん平日だけど会いに来てください。そしてその週の金曜日には瀬戸内アイドルフェスティバルもあります。3月24日金曜日、会場は広島県南口地下広場の ALL です。時間は17時50分から18時20分です。会いに来てくださいこれも来てください。ちょっと金曜日なんですけど、皆さん花金にぜひ来てください。そしてスタジオとして出るんですけど、スタジオとしてミチさんと同じステージに立つのは初めてなので、すごい嬉しいです。待ってます。嬉しい。そして高根のよしこさん全国お招きツアー2023ファーストトリップもあります。5月6日土曜日、会場は広島ライブバンキッシュで、時間は1部と2部あって、1部がオープン14時スタート14時半、2部がオープン17時スタート17時半になってます。これ前に来てください。そして ST48 リクエストアワーセットリストベスト20があります。こちらは4月8日土曜日にあって、会場は広島国際会議場フェニックスホールです。時間は17時会場18時開演で、開演です。そしてその次の日には ST48 6周年コンサートがあります。こちら4月9日日曜日、会場も同じくフェニックスホールです。時間は1部と2部あって、1部が13時会場14時開演、2部が17時会場18時開演になってます。で、亀子席もあるので、皆さんぜひたくさんリオの写真も撮ってくださったら嬉しいです。見に来てくださる方はリオのペンライトから紫と黄色なのでよろしくお願いします。うちわとかボードとかラブビームもお願いします。そしてヤンマガライブ週刊 ST48 がまだ行われています。これは9月30日土曜日まで、ずっとなんかポイントとか観覧数とかすごい大事になってくるので、ぜひ皆さん毎日1回はたくさん見てくださったら嬉しいです。あと有料のレンタルの延長もできるので、その延長の数とかもなんか大事らしいので、ぜひ皆さんたくさん見てくださったら嬉しいですはい。そしてこれ書き直したんよ。これなんかリオさ、グループお話し会やるの知ってなくてそう知らなくて書き直しました。はい、 ST48 サイトグループお話し会が3月26日日曜日に開催されます。あと5月14日日曜日にも開催されます。3月26日日曜日は幕張メッセのワンホールで、5月14日日曜日は福山ビッグローズであります。はい、 ST48 祭は
息をする心の CD 帯裏に記載のシリアルナンバーと必要事項を応募フォームに入力したら見れるそうです。でこれは当選とかじゃなくて応募してくださった方全員が参加できるものになっていますので、ぜひ皆さん待っております。 ST48 祭、はい。でこの幕張メスの ST48 祭の締め切りは3月22日水曜日の正午までとなってます。福山ビッグローズはまだまだ先の4月24日月曜日です。はい。そしてグループお話し会はこちら同じ日にあって、でグループお話し会の3月26日のグループお話し会はリオは第2部で16時半から18時となってます。でグループお話し会の参加方法は当日に会場で息をする心の CD の特別販売があるみたいです。で1枚購入したら1枚参加券がもらえるみたいなので、それでグループお話し会に参加できます。この息をする心 CD の特別販売の時間は8時から17時半になってます。でね、3人で話すのか個別で話すのかマネージャーさんに聞いたら個別だって言ってた。かなおゆきふうさん頑張れ、ありがとう。はい、よろしくお願いします。そしてリオは7レーンでマイキューさんと同じレーンなのでよろしくお願いします。そしてチーム対抗ボーリング大会もあります。こちら6月3日土曜日、場所は広島県のどこかです。当選数は各メンバー4名様ということで、リオプラスおかりよしのみんな4名でボーリング大会をします。こちらボーリングの締め切りは4月24日月曜日の正午までです。はい、それではもう40分か、ちょっとだけポーズ。メイクしてないけどドスッピンだけど、そうこの間のさオンラインお話し会でマイケルさんにホワイトデーをもらったじゃないですか。その時も結構話せて、そう手をつなぎながらこうやって話しました。チョコバナナ大好き大好き。リオツンがリオツン推しを見ないでずっとマイケルさんの方見てた。それはないよ、それはないよ、ちゃんとみんなとお話しするよ。そう、それでは男女読みたいと思います。皆さん花金も一緒に頑張りましょう。男女読みます。13位マー君さん、ありがとうございます。12位奈良西さん、ありがとうございます。11位シカロ人間さん、ありがとうございます。10位山翔さん、ありがとうございます。9位日傘の時さん、ありがとうございます。8位モモンガさん、ありがとうございます。7位鈴鹿さん、ありがとうございます。6位むかしころじんさん、ありがとうございます。5位あやさん、ありがとうございます。4位スーパーモンガさん、ありがとうございます。3位よしかくくんさん、ありがとうございます。2位メリオダスさん、ありがとうございます。そして1位はドゥルルルルルルパン、ゆずきちさん、ありがとうございます。ありがとうございました皆さん、久々の朝配信ありがとう。今日は夜お仕事があるので夜は配信がないです。よろしくお願いします。また明日の夜会いましょう。今日はテストです。テストとお仕事頑張ってきます。ちょっと事故もありましたが、口からの皆さんへのラブユーなのでよろしくお願いします。
1位ゆずきちさんありがとうございます。頑張ってきます。テストお仕事もあります。4276名の方見に来てくださってありがとうございました。はい、今日学校仕事ある方一緒に頑張りましょう。ファイト。はい、夜勤明けの方はしっかり寝てください。おやすみなさい。ありがとう。それではリオと一緒に頑張りよう。みんなならできるよ。だって花金だし、花金だし、頑張って過ごしとけば絶対にすぐ土曜日になるので、一緒に頑張りましょう。この後リオは学校に行ってテストを受けてお仕事も頑張ってきますので、ぜひ応援よろしくお願いします。土曜日がねちょこっと顔を出しているので、もう半分ぐらいニョキッと顔を出しています。そう。それではありがとうございました。完璧に目覚めた。目覚めました。パチーンパチーン。バイツーありがとうございました。行ってきます。行ってきます。ありがとう。バイツーン。ぜひ朝のメールの返信もしてくれたら嬉しいです。昨日投稿したツイッターにもコメント待ってます。バイツーン。バイツーン。